今日は27年6月、渡辺浜子さんのもとにフィリピンから一通の手紙が届きました。モンテルンパ収容所で戦争犯罪人として捕まっていた日本兵たち108人は無実の罪で収監され有罪となった。その多くは死刑囚でした。その日本兵らは収容所で日本への暴挙の思いを綴った歌を作って歌え耐え忍んでいました。昭和27年12月25日、また国交回復の前のフィリピンへなんとか慰問として行きたいということで、渡辺浜子さんがフィリピンへ渡りました。そしてそこでこの歌を歌ったのです。日本兵全員が同じように渡辺花子さんと一緒に歌いました。そして数ヶ月後、日本へ帰国した渡辺花子さんのもとに日本兵全員が釈放されたという知らせが舞い込みました。渡辺花子がフィリピンに来てこの暴挙の思いを綴った歌ったということが、当時のフィリピンキリノ大統領が耳に入り、感動した大統領は日本兵全員を釈放したのでした。そんな歌の持つ力が人命を救ったというエピソードがあります。渡辺浜子さん、ああモンテンルパの夜明け。Yeah.